舞台は西日本最高峰。今年で12回目の石鎚山ヒルクライムが開かれ、サイクリストたちが標高差900メートル以上の山岳コースに挑みました。今回は全国22の都府県から832人のサイクリストがエントリー。西日本最高峰の石鎚山で健脚を競いました。コースは久万高原町の面子ふるさとの駅から標高1492メートルの土小屋までの総延長 22.1 キロ。選手たちはマウンテンバイクなどで標高差920メートルの難関に挑み、ゴールで大きな達成感を味わいました。過去、自分3回目なんですけど、一番きつかったかな。独走じゃないのも初めて、この大会と初めてなんで。今年は久万高原町の合併20周年を記念し、ふるさと納税で選手がエントリーしています。大会の模様は来月6日日曜日正午からテレビ愛媛で放送します。